送は津村順天堂、雪印乳業、コカ・コーラボトラーズ、朝日生命、日本ビクターカゴメ株式会社、全国競輪施工者協議会とご覧のスポンサーの提供でお送りします。コウムン選手がこれから演技を始めようとしております。昨日行われました個人総合選手権、その種目を持ち点といたしまして、上位8人の選手がそれぞれの種目に出場いたします。今日の演技と合計いたしまして、種目別のチャンピオンが決まるわけであります。女子の段違い平行棒2つ目の種目であります、中国のコウムン選手です。17歳、今年行われました世界体操選手権大会にも出場しておりまして、個人で15位、跳馬で4位に入賞しております。1メートル57センチ、45キロという中国のコウムン選手からまず演技をご覧いただきます。女子は2種目目です。今日もよく入りました名古屋の愛知県体育館、外は雨です。男子鉄棒のシタルダ、もう一遍離れ技開脚背面飛び越しのトカチェフが入りました。もうこの離れ技は常識です。強さを見せています。本店逆上がり倒立シュタルダ、フット前宙から2分の1ひねり、コウムン選手の演技が終了しました。段違い平行棒です。さて放送席をご紹介いたします。今日は解説に男子の方は遠藤幸男さん、そして女子の方は坂佳代子さん、そして一番向こう側におなじみの顔がご覧いただけると思います。今日のお客様です。つい先日引退を発表されました具志堅浩二さんです。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず具志堅さん、はい、この放送席にいるお気持ちというのはいかがなものですか？演技するより緊張してます。そうですか、はい。今日は実はこの名古屋の大会でですね、はい、名古屋の皆さんにお別れの演技を見せてくれるということですね。はい、一つよろしくお願いいたします。もう精一杯あります。はい、はい。それから遠藤さんと坂さんには解説をお願いしておりますが、坂さん、はい、今のコウムン選手の演技ですがいかがでしたか？世界選手権と全く同じ演技でしたと思う。はい、なるほどね。遠藤さん、はい、今日は種目別の選手権ということでまた違ったですね、難しい技が出てくるかもしれませんね。はい、可能性ありますね。はい、はい、それを一つ楽しみにご覧いただきたいと思いますが、花リチナ選手です。持ち点は 9.90 で現在のところトップです。トカチェフが入りました。本店です。クロスしてイエーガー宙返り、ここまでは好調、持ち点 9.90 の最高得点。車輪足を割って2分の1ねって後方宙返り、いわゆるクレーター折りであります花リチナ選手です。いかがですかご覧になって？彼女の持ち味はですね、やっぱりシュタルダー倒立からの飛び越しですね、背面飛び越し、はい、これはほとんどの選手がトカチェフといって車輪から行ってるんですけれど、これはリチナー飛び越しとも言うんですね。なるほどね。よくこなしたと思います。あ、そうですか。それにしましても持ち点が 9.90 ですから、これはかなり有望な種目ですね、リチナー選手にとりましてはね。そうですね。本人も自信持って演技してるんじゃないかと思いますけれども、はい、今大会の花という感じでございまして、非常に人気を集めております花リチナ選手です。16歳になりました。日本は3回目であります。日本にもファンがたくさん坂さんいるんですよね。そうですね、名前からいいですね、花リチナ。そうですね。、はい、まさしく大会の花という感じですね。なお先ほどのコウムン選手の得点は 9.70、持ち点が 9.75 でございますので 19.45 です。コウムン選手は 19.45 です。ルーマニアか、 9.9 が出ましたね。9.9 が出ましたか。この選手は東ドイツのハル・ペラト選手であります。持ち点が 9.75 ですが、注目のハナリチナ選手の得点は相当に高い点が出そうですが、その前に東ドイツのハル・ペラト選手の演技が始まろうとしております。シモーネ・ハル・ペラト15歳です。 9.9 が出ました。 9.9 が出ました。 19.80、 圧倒的にトップであります。さあハル・ペラト選手の演技が始まりました。これはあっと失敗。
残念ですね。そうですね、ダブルスイングになってしまいましたね、はい、東ドイツの国内選手権では個人総合で8位に入っている選手だそうであります。おっと、これもちょっと完全ではありません。 9.90 リチナが出しました。ちょっと優勝は間違いないような感じになってきました。車輪です。車輪から1回ひねり、途中の失敗が大きいですね。そうですね、それからあの最後の折りもですね、はい、あの B 技なんですね、単独で取りますと、はい、あれ格上げで C になってますけど、やはりちょっと難度不足になりましたね、はい。ということでハルペラト選手はそう高い点数が出そうもありません。こうなりますとがぜん花リチナ選手のこの段違い平行棒の優勝の可能性が非常に強くなってきました。向こうの方に 9.90 がご覧いただけると思いますが、花リチナ選手の得点であります。19点現在80であります。ハルペラト選手の演が終わりますと、今度は 9.80 の持ち点を持っておりますゼッケン6番のクロツ選手の演が始まりますが、この選手がまた強いんですよね。そうですね、ただですね、はい、間違うとこの選手難度不足になりかねないんですよね。そうですか。出技がですね、ちょっと取れるかなっていうのが昨日ちょっと危ぶまれたんですけれども、はいはい、まあ、昨日いい点取ってますから、あのそれから技が正確なんですね、なるほど。倒立にしても、はい、倒立上でのひねりを行う宙返りをやれば高い位置での宙返りと。なるほどね。でも今日はどういう技をまた見せるかちょっと楽しみにしてますけど、はい、東ドイツのハルペルト選手であります。いや、これから始まりますのは東ドイツのクロツ選手であります。持ち点が 9.80 です。今年行われました世界体操選手権大会は個人総合で13位、ゆかでは3位に入っておりますが、あるいはちょっと難度不足ではないかという坂さんのご指摘があったんですが、昨日はしかし 9.80、 大変高い点を出しております。本点車輪が入ります。車輪、確かに足先は綺麗ですが、振り出して後方の2回宙返り降りですが、離れ技は1回もありませんね。そうなんですよね、今日はやると思ってましたけれども、はい、やんなかったですね、そうしますと、いわゆる D 技というのは、これでいきますとね、はい、そうですね、どこになるんかな、これでいきますと、はい、前振りから後ろの倒立、はい、であそこで倒立のところが格上げで D になりますか。あ、なるほどね。あと折り技もですね、 C 技なんですね、これに加点が 0.1 ついてますから、はい、9.8 満点からになるんじゃないかなって気がするんですけれども。なるほどね。どうでしょうか。持ち点が 9.80 です。リチナ選手がすでに 19.80 という高い得点をマークしておりますので、とにかく10点満点取りませんと追いつかないわけですから、ほぼ優勝は花リチナ選手に決まってるんですけれども、どのぐらいの点数が出ますか。ちょっと昨日の個人総合選手権は期待外れという感じもあったんですが、この段違い平行棒、開脚背面飛び越しのトカチェフが入ります。本点からすぐ上バーへ、男子鉄棒のシュタルダ、車輪です。本点から振り出して半分ひねって後方宙返りになりますか。そうですね、はい、ソビエトのゼトリユーゼ、はい、いかがですか全体の出来としては。そうですね、やはりあの高度な技を続けておりますしね、はい、これは高得点が出るかもしれませんね。あ、そうですか、ただしもう10点出してもリチナ選手に追いつきませんがね。そうですね、エカゼトリーゼ選手は17歳であります。毎年春先に行われますリガ大会の個人総合優勝者でありますエカゼトリーゼ選手の段違い平行棒が今終わっております。ブルガリアのストヤノワ選手、日本でもおなじみの選手であります。17歳です。世界選手権は個人総合11位、持ち点は 9.65 です。すでに優勝は花リチナに決まっています。この体の線の美しさ、足の線の美しさに注目していただきたいと思います。本点倒立、車輪が入ります。足先が乱れてません。そこからひねり、もう一遍ひねります。
フット前宙の半ひねりですか、フットから後方宙返り、2分の1ひねって後方宙返りですか、どちらですかね。そうですね、今のは2分の1してから後方に見えましたね。なるほどね、ちょっと流れましたね。はい、このステヤノワ選手というのも日本でもおなじみの選手で、なかなかこの足先の線を美しく見せる選手ですね。そうですね、今の全体の出来栄えとしてはどうですか。ちょっと最後の、折り技でちょっと減点があるかと思いますけど。あ、そうですか、はい、どうでしょうね。そのストヤノワ選手の演技が今終わったところであります。これで女子の段違い平行棒8人の選手の演技が終了しております。なおルーマニアのポパ選手は、この段違い平行棒を棄権しております。従いましてチェコのハナリチナ選手の優勝、東ドイツのクロス選手が第2位、そしてデトリーゼ選手が第3位に入っております。なるほど、非常に高さがあります、はい。まあ、それだけにですね、あれほどこう上体を動かしますとね、はい、やっぱりチェックの対象になりますね。なるほど、いくら止まったとはいえ、はいはい。あ、床運動の方ではハナリチナ選手の演技がすでに始まっております。最初は坂さん、抱え込み2回宙返りだったですか。あの 前方宙返りからのシリーズでやっておりました。あ、そうですか、はい、それは決まってましたですね。決まっておりましたよ。ちょっと画面ではご紹介できませんでした。これは2回ひねり、ちょっとバランス崩しています。ハナリチナ、チェコ国内では第2のチャスラフスカと言われている選手であります。ハナリチナ選手の床運動でございました。ちょっと途中になりましたが失礼いたしました。なお同期選手の平行棒は 9.65 で 19.30 であります。現在のところ山脇選手と並んでおります。ハナリチナ選手の持ち点は 9.85 です。今の演技ご覧になりましていかがですか、坂さん。そうですね、やはり昨日よりちょっと今日はの、はい、高さがないのとこう着地がうまく取れてないですね。あ、そうですか、疲れてるんでしょうか。なるほどね。あ、でもなんか点が高い様子ですね。はいはい。今回のまあいわば大会の花のような感じになっておりますが、この選手は東ドイツのクロス選手であります。持ち点はご覧のように 9.90 という最高得点をマークしております。東ドイツのクロス選手であります。優勝候補の筆頭です。さあ月面、おっとバランス崩した。危なかったですね今ね。危なかったですね。クロス選手は15歳、世界体操選手権大会では床運動で3位に入っています。銅メダルです。その銅メダルの演技をご覧いただいています。ウルリッケ・クロツ。今のは2回ですか、3回ですか。3回ですね。3回ですか、はい。後方伸身宙返りの3回ひねりが入りました。入り技が月面、そして3回ひねり。ダブル、これは素晴らしい演技でした。東ドイツのクロツ選手の演技でございました。なかなか素晴らしかったですね。素晴らしかったですね、やはりこれも高得点ですね。そうですね、先ほど東ドイツのクロス選手10点満点が出ています。これで 19.90 ですから、このクロス選手の優勝がすでに決まったわけであります。すごいですね。あ、このクロス選手の今スローが出てまいります。
どうですかこの10点満点というのは。やっぱり前の選手に比べたらどうしても比較されるとそうですね。なるほどね。10点出さざるを得ないですね。はい。花リチナ選手がその前に 9.90 出してますからね。そうなんですよ、やはり難度あの技なんですけどね、3回ひねりそれからムーンサルトですか、はいはい、それからドッペル、決めてますからね、その10点ソビエトの選手です。ゼッケン13番ゼトリーゼ選手でやります。このゼトリーゼ選手というのは世界選手権は補欠だったそうですね。そうですね、17歳、春先のリガ大会の優勝者であります。大変この床運動が好きだということを言っておりました。はい、団長のですね、岩の朝も言ってましたけど跳馬と床運動は強いんだと言ってましたから。そうですか。足が強いんですね、はい、そういう意味で期待したいところです。月間と手ついた、手つきました、これはちょっともう大減点ですね。そうですね、持ち点が 9.80 ありますがもう10点出しましてもクロス選手には追いつきません。なおこの前にポパ選手の演技すでに終わっておりますが 9.80 を出しております。持ち点と合わせて 19.55 です。いわゆるその第2シリーズというものも素晴らしく充実するようになりましたね。そうなんです、行って帰ってきて一つのシリーズにしているというところはもうこれからはですね、こういう方向に進むと思いますよ。まさしくこれはもう休む間がないと言いましょうかね。そうですね、もうほとんど正の部分というのがありませんね。そうですね、手をつきました。屈伸の2回です。残念ですね。どうもバランスを崩すことが多かったこのゼトリーゼ選手17歳です。残念です。残念ですね、実はですね、はい、オメリアンチクとほとんどほら内容が似てるんですけれども、はいはい、技としては、はい、残念なことに手をついてますものね。そうですね、ちょっと今具志堅さんがですね、いよいよ男子の方は平行棒が終わりましてあと一種目鉄棒を残すのみなんですがそろそろウォーミングアップということで具志堅さん、はい、いよいよ最後の演技を名古屋で素晴らしい演技を期待してますんで、はい、頑張ってきますよろしくお願いします、はい、ということで具志堅さんにはウォーミングアップをしてもらいます。ブルガリアのデミレワ選手でやります。ゼッケン2番です。すでにこの床運動ではクロス選手が10点満点を出しておりまして 19.90 で優勝が決まっております。ボヤンカ・デミレワです。19歳です。世界選手権は個人総合の12位でした。ゼトリーズ選手の得点は 8.90 です。大きなミスが2回ありました。さあデミレワです。これは綺麗に決めました。月面バルナの出身です。1981年からナショナルティームで活躍しています。昨日は個人総合で第3位に入りました。ひねりのところでバランスを崩しています。でも高度な技を続けましたよ、はい、日本は初登場。ちょっと詰まった感じがあります。後方の抱え込みの2回宙返り、いかがです。
最後のシリーズにですね、テンポザルトという B 技からまたドッペルへ持ってくるというこのシリーズは素晴らしかったですね。あ、そうですか。楊岳山選手の方の床運動をご覧いただくことにいたします。団長に言わせますと、この楊選手の方が調子がいいんだということを言っておりましたが、そのこの最初の入り技いかがですか、遠藤さん。屈伸のモンサルトですね。今年の世界選手権のメンバーです。トップバッターをずっと務めたそうです。20歳です。1m65cm、60kg、開脚旋回。この選手の特徴っていうのは遠藤さん、どんなところにあるんですか。そうですね、肩がですねちょっと硬いかなという感じはあるんですけども、はい、リズムそのものはですね、床運動見とって分かりますように、なんとなくのトンフィーのですね、先輩のそのムードをですねそのまま受けているような気がしないでもないんですね。あ、そうですか、はい、ただ線の出し方はね、今一つだと思いますよ。あ、そうですか、はい、なるほどね。さあバランスを取りまして、ここからフィニッシュです。抱え込み2回宙返りです。もう本当にアンバっていうのはこういう動きをしなければならないんだというふうなね、はい、見本みたいなもんですね。でご覧になって分かりますように、トーマス旋回での縦向き移動ですね、はいはい、これは両足旋回での後ろ移動ですね、全く箸があるのかないのか分からん、どこでやっても同じようなというね、本当に素晴らしい。なるほどね、これぞ鞍馬の見本という感じですか、はい、であとこの背がちょっとね、低いというのと、はい、時たまですね、よく下駄なんて言うんですけどね、はいはい、足首のところがね、線が切れる、それが修復されたらね、素晴らしいですね。なるほど。結局 9.80 でございまして、 19.60 はダントツの優勝でございました。それでは釣り輪を今度ご紹介することにいたします。ご覧のように同期選手が本大会強いんですが、その同期選手がやはり優勝を飾っておりまして、ここでも山脇は2位、その同期選手の釣り輪をご覧いただきます。持ち点は 9.65 でした。まあ、最近の釣り輪は3つのですね、力技を入れるということに変わりましてね、今年から、はいはい、今やりました後ろ振り上がりから直接ですね、十字懸垂ね、はいはいはい、こういった力の表現が今後やはり増えてくると思うんですね。なるほどね。また要求されるだろうと思うんです、はい。まあ、一時は非常にスイング系にですね、傾注した時期ありましたけれども、はい、またやはり釣り輪というのは、力技というものの比重がですね高くなってきたわけですね、ということでありまして、これもなかなか強さを発揮しております。同期選手の昨日は見事に個人総合優勝を飾りました、このポパ選手、ちょっと驚きましたけどね。そうですね、ちょっと考えても見なかった選手ですね。そうですね、非常に小柄な選手なんですが、この選手の良さってのはどういうところにありますか。そうですね、はい、正確な技をやるんですね、それから失敗がまずないんですね、はいはい、やはり平均台の場合は落下あるいはふらつきですね、そういうのがあってはやはりダメですね。なるほどね。ポパ選手は15歳、1m41cm、 31kg です。ルーマニアの国内選手権では第3位だそうです。今年の世界選手権にも出場しております、このセレスティナ・ポパ選手、中日カップは見事に優勝を飾っております。このポパ、ハナリチナと同点優勝です。素晴らしいですね、この連続技はね。すごいですね、はい、もう難度が C、D、D といきますからね、はい、それにさらに加点がつきます、はい、抱え込みの2回宙返りでやります。ポパ選手であります。素晴らしいですね、はい、素晴らしい演技を見せてくれました。ポパ選手はこれで 9.80 を出しておりまして 19.45 で優勝を飾っております。
さてソビエトのゲブルキアン選手が登場いたしまして、男子の最後の種目であります鉄棒です。この鉄棒ではやはり持ち点の一番高いのが同志選手で 9.80。 日本からは小西、山脇両選手が出場しております。ゲボルキャン選手も 9.60 です。途中での手放し技がですね、はい、あ、素晴らしいですね。素晴らしいですね、銀河って言っておりますけどね、はいはい、それに1回さらにひねりを加えてますね。なるほど。今トカチェフ、はい、あ、連続銀河はどうしたんでしょうね。トカチェフです。あ、これはちょっと手動動きとしては ね、停滞しましたね、はい、これは新月面ですね。新月面ですね、はい、2回宙返り2回ひねりであります。これはもう、ね、新月面で降りてきました。そうですか、ミスです、はい、9.65 が持ち点。今の小西選手の得点は 9.70 です。 19.30 で山脇を抜きました。小西が今のところトップ。だんだん良くなってまいります。得点この辺からその片手の車輪から、おっとこれは銀河、いいですね、はい、この辺のひねりの評価というのはどうなんでしょうかね。やはり、高い価値ですね、はい、勢いをつけてます。これは普通の月面宙返りですね。そうですね、普通ですね、はい、でよく小西君もそうですし、はい、それから楊選手もですね、片手での銀河とかトカチェフですね、はいはい、この片手車輪からの、トカチェフですね、はいはい、しかも左右、時空で変えてやるんですね。なるほど。それから最後がやはり、昨日はやりませんでしたけどね、はい、新進2回中で終わったんですけども、世界選手権のはちょっと変わった折り方をしてましてね、そうですね、それ見せてくれますかね、そうですね、はい、世界選手権のゴールドメダリストでやります鉄棒チャンピオン、片手の平脚のトカチェフです。そうですね、はい、これが平脚のトカチェフ、いわゆる開脚背面飛び越してやります。ちょっと詰まりましたけどね、はい、トカチェフなんか行くときにスピードが落ちませんでしょう。ーはーはー、ブンブン振り回してね。なるほど、この辺がいいですわね、はい、さあ勢いつけます。あ、伸身の2回宙返りです、うん、スワンの2回宙返り降りでした。なかなかしかし見事に決めましたね、ちょっと腰に来たんでしょうね、はい、素晴らしいですね、生まれました。 19.60 であります。ダントツのトップに立ちました。これで優勝が決まりました。同志選手の優勝が決まっております。楊岳さんが第2位、そして小西が今のところ第3位ということになります。このティッペルト選手の持ち点は 9.50 です。あ、素晴らしい、伸身のイエーガーですか、あ、なるほど、これはもう D に入りますね。なるほど、伸身の前方宙返りですね、はい、そうです、はい、そうです。本当に外国の選手は持つのが上手いですね、はいはいはい、というティッペルト選手は思わず自分で手を叩いておりますが、持ち点が 9.50 であります。しかしみんなあれですね、外国の選手の技がだん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 なんか高度になってくるような気がしますね、はい、スポットの中に具志堅浩二選手が浮かび上がりました。17年間の現役生活、数々の故障に見舞われました。昨年はロサンゼルスオリンピックゴールドメダリストです。17年間の現役生活、文字通り晴れやかな舞台でのこれが最後の演技ということになります。釣り輪の演技です。昨年のロサンゼルスオリンピックでもこの釣り輪メダルを取っています。金メダルです。ロサンゼルスオリンピックを思い起こします。
ちょっと聞き取れませんでしたが、おなじみの呪文を唱えまして、これから釣り場です。十字の倒立です。十字懸垂。引退を発表してから3キロほど太ってしまったそうです。練習もあまりしておりません。プレス倒立、力技、とソッテルが頑張ってます。さあ、ここからが文字通り17年間のフィニッシュです。あ、ちょっとバランスを崩しましたが、思わずにっこりです。具志堅浩二選手でした。皆さん、本当に長い間ご声援ありがとうございました。思い出の土地名古屋でこうして最後の演技をできること、本当に嬉しく思っております。今後は日本体育大学を足場に、微力ですけども後進の指導に当たっていきたいと思います。本当に長い間ご声援ありがとうございました。具志堅浩二選手の最後の挨拶です。おっと、選手たちが出てきました。花束です。参加33人の選手から花束です。これはちょっと予想しなかった各国の選手たちの友情です。焦ってはいけない、油断をしてはいけない、突破突破、すべてに現状を打破して一路向上すべし、これが具志堅浩二選手の座右の銘です。名古屋で具志堅浩二選手お別れの演技でございます。具志堅浩二選手のお別れの演技でございました。お知らせをどうぞ。